はいひとつきまんさしみです今日はですねまあ天下り問題でですよねでこの天下りとか日本を食い潰す利権の正体っていうのは何なのかっていうところをですね、えー、安富さんがあの語ってくれますので、えー、ねあの今日もよろしくお願いしますということなんですけどもあの、はい、今日ねあのミスター道路講談と言われていたですねこの藤井さんという方がですね えー、お亡くなりになったというニュースをですね、まあ、3月30日に見て、ですねそれに関して動画を撮っているんですよね、藤井春子さんという方なんですよね、これは元建設事務次官ということで、えー、建設事務次官、つまり今の国交省ですよね、えー、であの最近、ですね国交省のですね OB がですね、 あのちょっとあかんことをしたんですね、えこここ,ここで、その話、ここでっていう、国交省元事務次官に人事要求された社長は、とびっくりするよね、もう、いやいやもう、まだやってんだ、こいつらっていうですね、これ、こういうの、もう、悪ですよ、悪。いや、すごいね。これね、あの何なのかっていうと、あの、まあのま謝罪したんですよ、ね。 謝罪したんですけども、あの、これ一体何が起きたのかっていうと、国交省の事務、元事務次官という人がですね、え民間会社次期社長に国交省 OB をね、要求するという、まあそういう事件です。はい。で、しかも物言いがすごいのよ、これ。ね、えー、このね、あの、国交省の元事務次官、本田さんという人なんですけども、えー、なんていうふうに言ったかっていうと、 空港施設の運営会社の幹部と面接してね国土交通省 OB を次期社長にしてくれよもしそういうふうにねあのしてくれたら国土交通省としてサポートするねっていうふうにこう言ってるわけですよいやそれ元なんですよこの人はい元です元でもそういうこと言えるいやー言えるんですよすごいね,すごいね国交省としてサポートするというはあ で何、えー、かですね、あのー、私はね国交省の OB の名代なのだと、代表であると、ね、えー、ちゃんと私の言うことを聞いてくれたら国交省としてサポートしますよ、<laughs> っていうふうにこう言って、会社側がいやいやいや、そんなこと言われても取締役会のプロセス踏む必要あるし、ちょっとそんな言わんといてーっていうふうに言ってるわけですよ。すごいね、はいねは <で>なんでそんな漏れるところでそでいうこと言うんですかね。はい、で空港建設会社のですねその社長さん、が施設会社の社長さんは、あのこれな、なちょっと名前が読みにくい方なんですけれども、あの以前は社長を国交省 OB が務めてきたので、再び、えー、国交省から出したいという欲求があったと、そういう意向を強く受け止めましたというふうにこう言ってんですよ。で、これもすごいですよね。ね お前、通って,ていけってことうそ,うそ,うそ,うそ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 う。うん、で、今回や、や昔はその国交省のね、あの OB がたくさんね、あの来てたんかもしれんけど、今はちょっとそんなん言われても、ちゃんとコーポレートガバナンスとか考えなあかんからとかっていうふうに言ってるのが、この社長さんね。うん、なんか空港施設株式会社っていうクソダサな名前なんですよね。何その,<あ>そのまんまな名前。もう雑誌らあのーうん 部長部署名なんです。雑石書って会社の名前なんですけど。そうそうそう、部署名なんだ。<laughs> だから本来は。なんとか、だい、なんとか講談、なんとか部とか、なんとか支社っていう。名前なんだけど。うんうん、その切り離して、うん、民間企業のふりをさしておかないと。うん、いろいろ不便なので、切り離すときにですね。うん、その名前がそのままついてるんですね。いや、すごいね。 でこれだって民間企業でも割と日本の場合だとさ、うん、大企業の例えばなんか自分部門とかをさ切り離すじゃないですか。はい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 、はい、ありますねそれは。関係者によりますと、うん。そういうところのとかビルとさ、うんうん、ホームページもないんだよね。ああ。なるほど。で住所が住所が本社の中にあったりとかしてるの。 ただの部署でもなんかいろいろ税務上の失業だとかなんだかんだで、ねうん、こう外しただけなんだけど実質はもう社員も全員出向だったり OB だったりしてて、うん、もただの部署や、うん、みたいなとかありますよね、うんうん、ああいうノリだったんでしょうね作った時は、うん、うちなみにこのお名前「<laughs> 乗田さん」と呼ぶらしいですよおお<ー>、うん まあだからそういうことだったんだけど、うん、あの圧力が強いからさうん、うん、徐々に切り離していって、うん、ついにだからのトップを取られちゃったりもし始めたから、うん、悔しいわけですよ、うん、でも一回トップにしておいてでまた元に戻したろうっていうつもりやったのに、うん、言うこと聞かなくなってきたから「わ、うん、らお前何考えとんじゃっつってこう。 圧をかけに行ったんでしょうね、うん、そしたらばらされたと、うんまあ、ちなみにこの空港施設株式会社というところの筆頭株主は JAL と ANA みたいですよはいはいはい、ね、で,、えー、で JAL 出身のこの社長が「えー、ちょっと待ってよ」っていうふうに <laughs>、あのー、断ったっていや結構反逆ですよこれ結構な反逆ですよ、うん、これまさにあのー、この事務次官 元事務次官からすると飼い犬に手を噛まれたわってまさにそうですよねそういう感じですよ、うん、もうジャルなんか潰したるわみたいな、うん、そういうのりうう、ね、にあのなってるでしょうね、うん、お前誰のおかげでなそこでその社長務められてると思ってんのがあんっつって j なんかな巨人か一発で飛ばせるんじゃいみたいなそういう親会社ふとは好きかみたいな、うん 感じでしょうでしょうでしょうね。うんうん、うんうん。まあ一昔前ならばそうだったんでしょう。うん、だけどそうじゃないねもう時代は。でもまあ、これは驚くべき。うんうん、ちょっと私も驚きました。結構、ちょっとさすがに JAL も一回潰れてるし。<laughs> そういうこと言えなくなってきたのかなっていう。うん、いや、で、それで、あの、ちゃんと、なんかね、よこさらにびっくりしたのが、まあ謝り方としてはね。 なんかもう官僚っぽいなっていうふうに思ったんだけども国交省 OB の幾人の方のご希望とかを考えて私が伝えに行ったと、えー、誤解も含めて疑いがある懸念不快感を与えたとしたら私の軽率な行動によるもので不徳の致す限りっていうふうに言ってるんですよ。何を言ってるのかよくわかんないんだけども <laughs> あのとりあえずなんかちょっとやべえななんかちょっとあのい,いであかんよ謝ったふりしとかなしとあかんぽいぞおいっていう。これ言ってるわけですよ。 これやっぱ結構地味なニュースだけど、うん、おうなんかもうだいぶやばくなってんだなっていうふうにちょっとね <laughs> そ<う>覚醒の感がありますね<ー>そのこの藤井総裁とかがブイブイ言わしていた時代からするとですね、うん、まあ覚醒の感があります、ね、やっぱだいぶね いや変化はしてるなというふうに、ねうん。だけどまだやっとんねやって、ね、まだやっとんにゃっていうですね。<laughs> でまあ今日話をするのはミスターねああのまあ、言ってみれば道路講談と言われた、うん、東京大学をご卒業されたあたり現在の国土交通省である検察庁に入りでそしてですねもうバリバリのね官僚として、えー、頑張ってねあの事務次官にまで行って。 でそして日本道路公団の総裁に就任したわけなんですよね。うん、でさらににもかかわらずえ確かクビになったんじゃなかったっけそうなんです。解、うん、任されたんです。いやー恐ろしい恐ろしいですな、うんうん。でこの問題がなんであーのー起きているのかっていうことについてなんですけどものすごく重大な あの日本をね衰退させている一つのきっかけになっていますので見てほしいなと思うんですが、まあ、ちなみに高速道路無料化無料化っていうふうに言ったじゃないですかはい、えー、あの無料化決まりましたよいつまで無料化するかいつなんですか20102115、えー、年 <laughs> ドラえもんやはいあのー、ドラえもんが生まれた後って言われてます22世, <laughs> 22世紀です 完全に倒ムし、三十五年ぐらいでただんなるっていうストーリーだったんですよ最初は。どこ行ったの？<laughs> どこ行ったの？<laughs> どこ行ったの？すごい。すごいね。全部全部集中されました。はい。というわけで、えー、本日はですねこの天下り問題ね、えー、ここが問題の肝なんだよというところで安住さんが語ってくれましたのでぜひ見てほしいなというふうに思います。それではスタート。あそれではスタートっていうふうに言ったんですけど。 本日の意外なキャラクターはですね、えー、皆さんにちょっとお伝えしておきたいことがあるんですね最後の方にですねあのあのアイドルアイドルが出てきますの,のアイドル <laughs> ね着物姿がとても美しいあのお方ね櫻井よし子大先生でございまっ桜 <laughs> 井よし子大先生が一体何で絡むのかどうしてどうしてどうしてねえ ぜひあの、それも含めてお楽しみください。スタート。はい、皆さん、こんばんは、安田み美みです。えっ、ー、と、今日はですね、ちょっと時事問題、時事問題をちょっと取り上げようかな、問題でもないんですけど、<laughs> 歴史の問題でもありますが、えー、ミスター高速道路、藤井良穂、すいません、ミスター高速道路、藤井春穂って呼ぶみたいですね。 えー、旧道路,道路公団総裁がが死去という、まあ、そういうううそニュースが出ておりますであのこの方がですね誰かっていうことは実は、えー、私もよく知りませんでしたでよく知らなかったんですけど何か聞いたことあるな何だったっけなみたいな感じで、えー、ちょっと調べてみてですねああこれは結構重大な重大な人物だなっていうか。 このニュースがなぜニュースになるのかっていうのは、やっぱりちょっと説明しておいた方がいいかなと思いましてですね、えー、取り上げました。で、道路公団っていうのはですね、この私が、えー、書きました、この経済学の船で、この中でですね、えーっと、取り上げている国家資本主義システムみたいなものについて、ね、非常に深い関係がある、まあ、重要な機関です。で、えー、あの、 この本の中で議論していることをですね、1つだけ申し上げておきますと、その利益がどこから出るかっていう問題なんですね。で、実はですね、あの経済学、大学入って経済学を習うと、えー、均衡においてですね、その経済理論というのはですね、近郊において理順はゼロであるっていう理論なんですね。で、普通の人はびっくりしますね。あの企業の理由順がゼロっていう理論が、経済学の基本的な理論であるという。でそのじゃあ でも実際にはですね、20ゼロの企業とかないんで、まあないわけじゃないですけど、それは潰れるんで、どういうことですかというふうになるわけですけども、えー、これはですね、そのまあ、どこかに利益が出て、激しい競争がずっと展開されてるんだったらですね、誰かがそれに参入してきて、えー、同じことをですね、その利益が出てるんだったら、それも少し安くでできるわけで。 でそれよりもさらに少し安く少し安くってこうやっていくとです、ね、そのその競争がきちんと行われているのであればです、ね、最終的に利ンがゼロになるところまで競争が進んじゃうよねとだから均衡において利ンはゼロになっているんだっていうわけですでも利ンゼロじゃねえじゃんっていうことになりますよねでそれで えーまあ、多くの人っていうかです、ねまあ、経済学部に入った学生とかはです、ね、ショックを受けるんですけどやがてです、ね、あの慣れてくるんです慣れてきたらですねあっ理は金庫においてゼロねふんふんっていうふうになるわけですけどでも実際には理ンありますよね。でじゃあなんで理順あるのっていう問題をです、ね、正面から取り上げたのは、えー、まず一つはまずマルクスの資本論の,その搾取なければ理ンなしこれはマルクスの基本定理っていうことで。 オキシオというですね、日本の偉大な数理経済学者がですね、証明した定理ですけれども、まあ、ある経済モデルを考えて、それをその利順がですね、出るような、利順がプラスであるような、まあ、そういうモデルを考えたら、そこでは必ず搾取があるっていう背後にね、搾取っていうのは労働の価値というものをです、ね、労働、投下労働で計算することができたとして、その投下労働で計算したらそうなりますよってことをまあ証明したわけですけれども、そうじゃない経済理論って、まあ、基本的に作れないんですよ。で えー、その利ンがです、ね、ゼロであれば、ですね搾取もゼロなので、えーとまあ、そういう政治的意図もあるのかなって気もしますが、まあ、いずれにせよです、ね、激しい競争が起きていたら、利ンは出にくくなるっていうこと自体は、ですね、まあ、実質事実なわけです。で,、えー、ですからそので、その利順がじゃあ出てるとしたら、そこはですね何らかの独占が働いているっていうことになりますね。あの参入できなないいよううにっってるってる でそ,のそうするとです、ね、それはあの市,場市場が作動していることに関する理論が経済理論なので、市場がそうやって作動していない状態、不正常な状態については知りませんよというのが、まあ、基本的その理論、経済理論というもののスタンスなので、まあ、これ、二度びっくりするわけですが、で,、まあ、でも理順ありますよね、でそのじゃあどうやるのっていう具体的に考えたときにで、私がこの経済学のほなてという本の中で提唱したのがです、ね、その赤書資本主義という考え方です。それ うん、コミュニケーション、人間社会というのはコミュニケーションにできていて、そのコミュニケーションの,です、ね、その結節点みたいなのがどうしてもできるわけです。それはなぜできるかというと、この本で議論してますが、そこをです、ね、選挙しちゃえば、通行料みたいなのが取れるようになると、それがリジョンであるというふうに議論してるわけですね、そ,のそういうです、ね、この結節点の作り方っていうのは何通りかあるんですけど。 一番強力なのはですね、やっぱり国家権力を使うことなんですね。権力システムに結びついて、必ずここ通れよっていうふうにすると、ですね、そこ通らないとしょうがないので、そこで利潤が発生しやすくなるわけですね。で、そういうふうに考えると、ですね、でもそれ以外にも方法ありますよ。例えば、イノベーションを起こして、誰もやったことのないビジネスを,これをやれば、ですね、そこはもう独占的になって、必ずみんなそこ通らないといけなくなるわけですが、でも利益が出ると、ですね、やがてみんな参入してきて、ですね、そういうその、 イノベーションによる利益っいうのは消えてなくなるわけですね。そうなる前に、また新しいイノベーションをこなさないといけないって、まあ、大変なことになるわけです,まあですから、ですねその利順を安定に上げつつ続けようと思ったら、まあ何らかの形で、えー、とその当選ん坊してです、ね、お前必ずここ通れよというふうにこう構造を作り出すっていうのが一番まあ手っ取り早い方法なわけですね。まあ、そういうふうに考えると、そのいわゆる利ンが出ている大企業とかですね。その いうようなものをそれとですね、まあ、国家権力との結びつきは不可欠だろうなっていうふうに、まあ、こう考えるわけですでそうなるとですね国家権力とその企業との関係とかですねまあその国家権力を中心にした財政を中心にした経済活動ってどうなってんのっていう、まあ、そういう疑問が出るわけですでこの疑問についてですね調べていたんですけどもいわゆる財政学関係の本を読んでもですねそういうこと書いてないんですよねで その中で私が到達したのがこの石井幸喜という政治家、まあまあ、私は本当に学者だと思いますけど、極めて優れた財政学者ではないかと思ってますが、の本でした。でこの日本が自滅する日っていう本で、それを読んでですね、まあ、まあ、メンターマーがひっくり返るというと大げさかもしれませんが、かなりの衝撃を受けました。まあ、そうだと思っていたけど、こんなにそうだったのか。<laughs> つまり国家権力システムと結びつく形で経済活動が日本経済なんかではですね、非常に広範に行われていてでそれ抜きにはですねあの、経済成り立たなくなっているっていうのはそのもう本当は成り立たなくないわけですそんな搾取するようなシステムなくていいので経済成り立っているんだけどそれをですね、えー、その大幅に牛耳っているんだろうとは思ってたんですが、えー、こんなにも牛耳っているのかっていうことにまあ衝撃を受けました。で、 まあこの本でも素晴らしい本ですけど、あの今、オンデマンドで手に入るようになっているんですね。だからぜひ読んでほしいなと思いますが、もちろんですね、あのー、こ,これをお読みになった上で、これをお読みになると、ですねその価値が非常によく分かると思うんですが。で、あのー、でまあ、これちょっと分かりにくいんだけど、これ、これすごい分かりやすい本で、日本を食い尽くす寄生虫っていう、分かりやすいですね。で、小泉流構造回復で日本は救えないって書いてあって、まあ、救えなかったわけです。 でこの中で,です、ね、あの大活躍するのがこの日本道路公団なわけですね。<laughs> こんな見せ方して申し訳ありませんけど。で、あの、まあ、これ何ページかによって、これいろんなあのその寄生虫図鑑みたいな、日本に救う寄生虫図鑑みたいな本なんですけどえ、その中でですねあの、大きく取り上げられております。で、一、まあ、つ目はですね、まあこえー、利払い、えー、支払い利息だけで1日30億。 世界一の巨大ゼネコンと書いてあってですね、えー、第8、えー、親は大赤字でも子は儲かる、砲弾ファミリーの錬金術。ここにですね、砲弾の,のファミリー、道路砲弾がです、ね、抱えている子会社とかですね、そういうファミリー企業のリストがあります。石井期公勤最初にだからすごいびっくりしたのは、その道路砲弾じゃなくて住宅砲弾ですけども、 公団にですねたくさんの子会社があって、その公団がやってる仕事、住宅公団がやってる仕事にですね民間が入札しても勝てないんだと、なぜ勝てないかっていうと、えみんな、ですねあの子会社が持っていくんだって話を聞いて、びっくりして、ですねなんで公団がその、特殊法人が子会社持ってんだっていうことで、そ、え、う、ー、いう研究を始めたわけですが。でじゃーん。ね えー、渡り鳥官僚 OB の答えられない退職金重ね取りというわけで、まあ、どうやってです、ね、次々にこうなんうのあの関連企業とか渡り歩いてです、ねえー、退職金何回ももらうんですね、何千万円も。そういうことでどうやってそんなことを実現しているかというのは、この成り合いと利権のたらい回しっていう、まあ、こういう、まあ、そういうことがわかりやすく書いてあります。すすごいいいい面面白白本ですねうかあの へこみますけど、でまあ、これがだからあの小泉改革で,です、ね、問題になったわけですね。で、その重要なターゲットがです、ね、こ道路公団だったわけです。で、石井幸樹はですねあの、こんなじゃだめだろうと、まあ、この帯に書いてありますけど、えー、日本没落を防ぐための大提言。 完成ビジネスによる市場経済の破綻で半身不遂状態になった今日の日本で不良債権処理を強行すれば失業増と企業倒産の,のみが生じ強行さえも起こしかねない。っていうまあそういうことで、えー、天下り官僚の退職金1億円以上の腐敗を暴くとかまあそういうふうに書いてありますが。 でまあ、とにかくそ,のそういうです、ね、特殊法人とかっていうものが日本社会をですね、あのにくってる寄生虫なんだと、だから日本民間人がいくら頑張っても全部吸い上げられちゃうんだよっていうことが書いてあるんですね。で、まあ、それの大きな親玉がですね、その道路公団だったわけです。で、この藤井さんって方はその道路公団の親玉ですから、まあ、親玉キング・オブ・キングみたいな、親玉・オブ・親玉みたいな感じですね。で でそれであの小泉改革はですね、えーとまあ、右翼曲折を経て、えー、最終的にですね道路公団を民営化しますで。この民営化に反対していたのがこの藤井総裁で、でそれをめぐって、ですね、えー、いろんな刷ったもんだがあったんです。で、まあ、一番よく知られてる刷ったもんだがその、これはですね、に出て一番有名なのは、ですねこの財務諸表なんですね、えー、と財務諸表ですね。<laughs> 財務諸表があるかないかっていうのが一番大きな問題だったんです。で財務諸表がない。びっくりしますね。えっ、ー、と、普通大企業とかでですね、財務諸表がないとかないですね。ところがですね、う特殊会社ってやつはちゃんとした財務諸表がね、なかったで。で、これどうしてかっていうと、えー、財政というのはですね、基本的に財務諸表がないんですね。だから日本の,本の財政の財務諸表を作るっていう話もあって、 えー、そういうの、いくつかですねかかの計算されたことがありますけど、おそらく今思ってですね正確な財務諸表はないはずです。で、えー、でその財務諸表がですね中心に、もう普通の企業と活動とか財務諸表を中心に回っていくわけですけど、えー、でもその財務諸表をですね中心に回ってるってことはないわけです、財政、財政ってのは。なぜなら、ですねそれは年々お金が入ってきて、年々出ていく。で年々入ってきたお金で政府は年々賄ってますよって建前なんです。で昔はまあそれでよかったかもしれないんですけど。 しかしですね、例えば市役所を建てるって言ったら、えー、市役所、ね、何十年も使えますよね。だから、当然、市役所を建てるってなると、えー、資産が発生するわけですね。だからその、でもそういう、なんてうんでかね、その資産のリストみたいなものが、トータルでいくらなってるかっていうことを、バランスシートとして把握するという発想がないんですね。で えー、これはすごい大問題なんですがあのそもそも一般会計って会計っていうのはその単年度主義なわけですねそれは日本はがんとして単年度主義なんですねでところがですねその、まあ、戦争とかするとなるとですねそうもいかなくなってしまってもその陸軍にです、ね、あれ予算の範囲内で戦争してくださいとか言っても無理なんでなのでそのこの戦争終わるまで一つの 大きな特別会計、軍事特別会計を作って、ですねそこにガンガンとお金入れてくから戦争してってって、いるだけ言ってくれたら出すからみたいな、まあ、そういう感じになっちゃうわけですね。で、えー、今もロシアもそんな感じになってると思いますけど、そうやってその特別会計っていうのが生まれてきたわけです。で、それ以外にもです、ね、でいろいろこう、政府がですね本来やらないほうがいいんだけどそ、自分でその事業をする、特にだからあの日本の場合ですと、ですね官営工場っていうのは最,最初に作れましたけども、 政府がお金出して工場を作るみたいなことを最初はしてたわけですね。まあそれはずっと続きますけどいろんな形で。で何,何か事業をすると、でそれがその例えばタバコの栓培とかですねあの、食料管理とか、まあ、そういうことをやると、やっぱりですねあの米を買い上げて売るとかになると、やっぱりその買い上げたときにその資産が発生しちゃいますね。でそういういタイプのものもを 特別会計っていうのを作ってそこにぶち込んで一般会計と切り離してそのストックの分はそっち特別会計に入れてで年々の風呂の分だけ一般会計で処理するっていう、まあ、そういう形を作ったわけです。でこれがですねあの非常に大きな規模を持って作られた最初の例がおそらく私は満州国だと思うんですけども満州国ってですね特別会計を通じてです、ね、お金をガンガン流し込んで満州重工業開発満州開発5か年計画とかっていうのをもうやったわけですね。 でそういうの仕切ってたのがまあ岸信介なわけですけどででそれ以外にですね満州国にすごいたくさんあったのがその特殊会社です。なんとか公社っていう名前のものはです、ね、なんとか組合とかっていうのがいっぱいできたんですねそれで公社システムをですね本格的にやったのは満州国が私は最初だと思います。で日本はですねその財閥が幅を利かしてるから財閥入るべからずみたいな感じでですね満州国っていうのはスタートしてそのいろんな事業をですね えー、公的な観点からやるんだと、公者がやるんだということで、いっぱい作られました。でも当然ですけど、利権の温床になっちゃったわけですけど、まあっという間になくなったのでよく分からなかったうちに終わったわけですね。で、えー、でこのメソッドがですね、あのーまあ、それが満州でやって成功したからもてきた、まあそういうことではないと思うんですけど、なんかまあ満州最初にやりやすいからやってみて、満州でもやってるから、うちでもやろうよみたいな感じでこう迂回したんだと思いますけど。で えーまあ、日本でもいっぱいそ,のそういうのを作ったわけです、戦争中に特にですね。でそれがあの戦後にいろんな形で改装されたりしながら行ったわけですけども、えー、日本はですね、戦争が終わったときにその財閥の解体というのが行われました。で、戦前はですね、この財政の周りに財閥があって、で財閥が政府に成り代わって、その政商と呼ばれる人たちが仕事をして、大儲けしたみたいなことがあったんですけど、財閥が解体された。で解体されたらどうだったかってうと、今度はですね、 特殊法人ってやつがいっぱいできて。で、その、戦前はですね、あの官僚、財閥、陸軍、海軍、官邸、官邸、宮廷みたいにして、5県、まあ、分立みたいになってました。ところがですね、戦争で負けたもんだから、陸軍と海軍なくなってで、財閥は解体されて、宮廷は力を奪われてしまったので,で、官僚天国になったんですね、戦後は。 だから、その官僚が自分で会社作って、そこで、えー、仕事を稼ぐということで、財閥、国家の周りにあったその政奨の明かりをですね、えー、特殊法人がするようになったわけです、公社とかでそれの代表がですね、その住宅公団であったり、道路公団であったわけですね。 で石井幸喜は、えーと、それが、そのシステムがです、ね、非常に不透明で、かつです、ねあの、作手的だって考えて、まあ、ソ連とすごくよく似てるんだっていうふうに考えるようになったわけです。で、でその,この、この本に出てくるその道路公団ですけれども、えーまあまあ、高速道路作りまっくるわけですね。で、めちゃくちゃおいしいわけです、高速道路っていうのは。で、本来ですね、道路っていうのは、えー、無料なんですね、道路無料原則っていうのがあって。 海外行か,行かれば大体そうです。皆さんあの有料の高速道路って基本的にないんですよね、えー。アメリカもそうだし、ドイツもそうだし、ヨーロッパも、ねで。中国なんかも高速道路って基本的に無料です。で、じゃあなんで無料なのって言うと、それはその道路をですね、公共のもんなんだから。えー、その道路作ってその誰かがですね、そのお金もらうとかって、住益者が負担させたりしたらダメなんです。でそのまあ 特にです、ね、国土をこの効率的に使おうと思ったら、えー、どこ日本中どこにいても、えー、そのコミュニケーションが取りやすくて、だから生産するにしても、ですねどこで作っても、パッて道路で運べるようにしたら、えー、国土の活用ができるよねっていうことで、まあ、道路がいっぱい、高速道路なんかもたくさん作って、ですね一生懸命こう国土をです、ね、統合しようとするわけです、国民国家というやつは。で、その道路を有料にするとですね、えー 遠くににいる人は不利になりますねだから、国土の統合っていう観点から言って、ですねあの高速道路は望、ま、無料であるのは望ましいとあらゆる国は考えているので、ほとんど国が無料なんです。でもちろん、ですねその有料の高速道路もありましたけど、それはあのイギリスなんかでだったらターンパイクってやつですけど、19世紀とかにですね新しく道路を引いて、その通行料取って設けるってそのビジネスとしてやってるケースがあったわけですね。だけどそれもやっぱ まあ短期的にはいいかもしれないけど、すぐに回収してです、ね、それ無料に国が買い上げたりして、公共化していくっていう、まあ、そういう原則が基本的にどこでも貫かれているんですが、で日本はです、ね、その戦後復興の際にやっぱり高速道路がいると、高度成長の時にいるとなって、でもそれをです、ねえー、その有料でやろうということになったわけで,で、当初はです、ね、30年とか35年ぐらいで道路はです、ねえー、その回収できるんだと。 だから、その建てたその短いところは10年とか20年とか、で長くても30年ぐらいでは全部無料になりますよという触れ込みで始まったんですね。ところがですね、その、えっと、めちゃくちゃおいしいわけです。そうやってその、なんてうダイレクトに、ね、通行料取れるわけですから。<laughs> 私の,あのセクショ資本主義っていうのは、このコミュニケーションの結節点を占拠して、 えー、そうすればですね誰かがそこを通るたびに通行料取れるから利益が出ますよねっていうのは比喩ですねところがですね高速道路はですねに取れるわけですで国のお金で作った高速道路から、えー、さらに国民から金を巻き上げられるっていうわけでこの二重に取ってるような格好のものができて、まあ、大変おいしくてでしかもですね、まあ、建設の際に当然ですけど莫大なお金がかかるので、えー、しかもあの 高速道路を競争的に入札して、ですねみんなにこうバラバラにあるわけにはいかないですよね、いろんなところをコンペして、どっかが取るってなるわけですから、それを決める官僚の力ってのは、非常に再配って非常に大きくなります。まあ、そういうわけで、ですねその、えー、完成経済の,そのシステムとしては非常にやりやすかった、おいしかったわけですね、でしかも財源はですね、えー、高速道路の,この利益があるから、 引っ張ってきやすいわけですね。えっ、ー、と、その国債を発行する。で、その国債で道路を作る。じゃどうやって返すんですか税金で返します。というよりもですね、国債を発行します。道路を作ります。通行料で返します。だったら、あの税金に負担ないじゃん。いや、国民が払ってるんですけど、<laughs> みたいな、まあ。というわけでですね、税金で返すというよりも、話が通しやすくなるわけですね。だから、 この道路公団というものがですね非常に大きな利権となったというふうにこれは石井公季が主張しているわけですね。でも単にそれ石井公季が主張してただけではなくて多くの国民がそう考えてそれでえまあこの道路公団をですね民営化しろという話になったわけです。でじゃあ石井公季もですねこの民営化に賛成したのかというと違うんですね。民営化に反対してました。なぜ民営化に反対してかったかというと民営化してしまうとですね 国会議員の国政調査権が及ばなくなります。民営企業なんだから。だから民間企業なわけですからね。で、その道路公団っていうのは、その公団、特殊法人であれば、それは国の機関ですから、国会議員の国政調査権が及ぶわけです。だから、その国民の目がまだ届く、それがです、ね、民営化されてしまうとです、ね、もう完全に官僚とか、それと結,格結託した業者をやりたい放題になってしまうからといって、石井公喜は民営化に反対してました。 そうではなくて、えー、ただ潰せと、ただ潰せというふうに主張していたわけですね。で道路なんかは基本的にやっぱりその、本来の理念に従ってです、ね、無料化すべきだっていう、まあ、考えだと思います。だからこそです、ね、あの民主党政権が、えー、できる前ですけど、民主党はです、ね、このその小泉政権に対して、えー、高速道路を無料化にすべきだと、でもう利,権で利権としておいしくないようにすべきなんだっていう主張していましたが。 おそらく、石井幸樹が背後にいたんだろうなと私は思ってますが、えー、その、わ、ま、はあ、調べれば分かることかな。まあ、ここにあの、一つの例が出てますけれども、えー、すごい話ですね。あのまあ、これ読みますね。あのちょっとまあ朗読ではないですけど、私はこれまで国会で道路、財団法人道路施設協会の不当性を追及してきましたが、平成9年,9年2月の予算委員会で、 当時の亀井静香建設大臣に「教会は天下りによる営利事業団体であるから廃止せよ」と迫ったとで亀井大臣は問題を認めて見直すと答弁し財団法人道路施設協会は廃止されることになりました旧建設省はどうしたかこともあろうに教会を2つに分割して「財団法人道路サービス機構」と「財団法人ハイウェイ交流機構」というのを作った。 道路,会道路施設協会の天下り枠は役員16人中13人だったのが2つの在団法人で役員数は30人となり天下りは15人に増やされたのです。おまけに旧協会が所有していたファミリー企業の株式は実勢価格の60分の1の安価で同じファミリー企業に買い取らせファミリー内部で株を持ち合うことにしました。子会社をを適当に生産整理ししその資産を確保した上で 道路施設協会を解散すれば、莫大な資産と資金が国庫に戻り、道路公団の借金も大幅にするせ減らすことができたはずでした。官僚は改革を逆手に取って利権を確保、いや、拡大したのですというふうにまあ書いてますね。大変恐ろしいことですけれどもで。で、この本が書かれたのはですね、えー、っと2001年、出版されたのは2001年ですから、まあ、ちょうどホットな時ですよね。2000でそれであの そういうこともあってですね、えー、民営化す,るすべきであるということになってきてです、ねでそので、その民営化するためにです、ねそのえー、民営化しようと思ったらバランスシートありますよね。でそれであの道路公団にバランスシート見せてってったらないんですよ。だから、えバランスシートを作るです、ね、プロジェクトが始まったんですね。でそれで,でバランスシートを作ってみたらです、ねえー、債務超過になっていると。 務なったらですねもうこれ倒産してるよね、消滅しないといけないよねって話になっちゃうわけですね。それで、そんなことになったらですね、道路公団はすぐにお取り潰しになってしまうかもしれないっていう危機がやってきたんですね。それで、そのこう藤井総裁はですね、すごいですね、そんな財務処方はないというふうに、ないんだというふうに主張したわけです。ところがですね、その、職員の中でですね、 この改革のための、その、えー、バランス作りをしていた方がですね、方の中から、いや、あるんですよ、って,って、この公表するっていうことが行われました。これはですね、あるブログの記事を見つけたので、それを拝読しようと思うのですが、えーまあこの記事なんですけど、えっ、ー、とあ、ちょっと見えないですね。えー、ちょっとまだ,まだ見えないかね、ちょっと待ってください。<laughs> はい、えーと、隠れちゃいますが、これでいこうと思います。 えと財務諸表の隠蔽に加え、開門所浮上、開門所疑惑浮上とあっては逃げきれない道路公団総裁、週刊ダイヤモンド2003年8月2日号という、まあ、記事なんですけど、えー、道路公団で今、64人の事情聴取が続いている、えー、公団の債務超過を示した財務諸表作成についての事実上の左問である。藤井 春総裁は一連の作業を若い課長代理の勝手な振る舞いにしてしまいたいのだ自分はしがれに知られなかったと言い逃れるつもりだ九段の大務省を作った公団のプロジェクトチームは2001年12月の閣議決定で道路関係4公団の民営化が決定的になったことを受ける形で設置された組織を挙げての民営化への準備の作業であるため公団本社14階に専門部屋が設けられたと。 えー、プロジェクトチームの一連の会議資料にはプロジェクトチームが総裁直属の組織として役員間も関与する形で設置されたことが明確に示されている、えー、財務所表が日本新日本監査法人の会計士の助言を得て講ーの全国組織から資料提供を受けて作成されたことも見て取れるとであのー、でこの資料がですね、えー、片桐 これあの片桐幸雄っていうまあその方がですね、あの内部告発をして、えー、その財務処分をです、ね、流出させたわけですねで。それでその片桐さんはですね、そのプロジェクトチームから吹っ飛ばされて、えー、四国かななんかの、えー、と副社長になってですね、さらにえっともう一回左遷されたりしてでさらには名,名誉毀損であの、えっと訴訟を起こされたりとかってののこの道路公団にですねという大変な目に遭われて。 わわれたわけですその方が流出させたもんだからですねあの大騒ぎになってですねでそれで最終的に、えーそ,のまあ、その混乱の責任を取ってですね辞任しろっていうふうに、えー、石原伸晃大臣何度も言われたんですけど「いや辞任はしないわしは知らんのじゃ」と民営化には反対だっていうことを言い続けてですねつい、えー、に解任されるという。 大変なことになったわけですねこれがその、えー、藤井春子さんが有名になった、えー、事件なわけです。で,でこの民営化ってあるやつですね実はすごい民営化で、えー、っと民営化でどういう民営化なのかについてですやっぱりこの詳しい記事がですねあの出ております、えー。これが分かりやすい記事だったので。 失敗に終わった道路改革を放置する福田政権の具ということで,です、ねあの、どこがその小泉改革のです、ね、どこが失敗だったのかっていうのを詳しく書いていますね、でそれはどういうことかっていうと、基本的にはです,、ね、すごい改革なんですね、あの道路公団を、えー、石井公樹はとにかく、ま,あ、あのまずです、ね、そういろんな子会社を全部潰して、でそれを全部資産をです、ね、本統合したら、債、えー、務,務長官になってないんだと、本当は。 日本の国民の資産がですね、いろんな子会社にばらまかれて、そこに溜め込まれてるのって、全部こう集めてきたらですね、本当は債務超過になってないっていうふうに考えてたんですね。だから、統合しろと、それから統合した上で生産しちゃえばいいんだと、まあ、こういう考えだったわけです。で、高速道路どうすんのっていうと、それは基本的にはですね、普通の道路にしちゃえばいいわけです。で、えー、それをですね、まあ、そういう提案を。 石井さんはしたんしたちょっと確認したはずだと思うんでっと今すぐに確認できないんですが、まあ、それはでも民主党の,その道路高速道路無料案ってはそういうことですねで、えー。で、それでそのところで実際に行われたのはです、ねあの、この中核になる、えー、と道路公団の、うん、親玉の部分はです、ね、あの民営化しないんです。で、えー まあここにあの詳しくは分かりやすい説明があったので、読みますけれども、高速道路建設の地下かり資産、これはあの高速道路を作ったとき、作りかけの資産というのは、地下かり資産は、高速道路が完成して気候に移されるまで、会社が、これ、つまりネクスコっというのをいっぱいできましたけど、いくつものですね子会社、地域ごとに分かれた会社がですね、 えー、の会計で処理されると会社が、えー、高速道路建設を進めれば進めるほど債務、つまり仕掛かり資産は、えー、膨れ上がる。債権じゃないかな、これ。資産だとで、現在計上されている仕掛かり資産は1兆7982億円だが、現在工事中の高速道路、完成時、気候の場はそれらは仕掛かり資産であっても機構の資産とは見なされない。つまり、えー、っとその子会社がですね、それぞれに、 道路を作るその時にその建設中はその建設費がです、ね、どんどん仕掛か,かり資産としてこう積み上がっていくわけですね。でそれに対してそのえー、っとで機構にはですね機構っていうのはこのえー、っと生産財団の生産機構のことなんですけども道路交座の本体ですね本体に資産とですね負債が集中してあってでそこにはですね計上されないわけです。で,、えー、でそれがですねその えっとで出来上がるとですねどうなるかっていうとえそれがですねあの子会社の資産から外れてえ親会社の資産に持っていかれるわけですねだからえっと親会社はですねあの子会社が勝手に道路を作ってできたら「はいどうぞ」ってって渡されるみたいな仕組みになってるわけですあこっちにあの分かりやすくその仕組みが書いてありますね えっとまあ、彼らが作り上げたのは上下分離の組織だったとかつての道路公団などは現在6つの道路会社となっており6社の道路資産と債務を一点に引き受け返済するのが日本高速道路保有債務返済機構以下機構であると高速道路を作るのは6つの道路会社だだから彼らの作った道路は完成時点で機構に移され機構が保有する道路建設にかかるすべての借金も機構が引き受ける 資産ももも負債も経営権も機構が全て握るわけだと。道路会社には借金もない代わりに資材もほとんどない。彼らは機構から道路を借り受け、運用し料金を徴収して会社の維持管理費を払う。各会社は利益を上げ,な上げ,上げてはならないとされていれ、ね、るため経営努力するインセンティブは全くないという、まあ、書いてあるんですね。でこれ結構すすごいですよね。つまり、えっとその 結局はですね、道路コーはそのまま残ってるわけですね。で、その残ってるんだけど、えっ、ー、と、そ,のそれぞれ、えー、実際に仕事をしているのは、この道路を作ったり運営しているのは、その子会社なわけですで。そこはですね、もう民営,され民営化されちゃったんで,で、国会議員の手の及ばないところになってんですね、イキシーコーキーの言った通りに。で、この仕組みを見てですね、私、ああすげえなー、おかって思ったんです。なぜかというとですね、この仕組みはですね、 満州国と満鉄の関係と全く同じなんですね、えー。私、満鉄の研究をですね、満州国旗の満鉄の研究をしていて、財務表を分析していてですね、すごい変なことに気づいたんですね。というのは、満鉄っていうのは、えー、そのハルピンから、えーっと、ハルピンというか、本来長春です。長春から大連に行く五線があって、これが満鉄本線ってやつなんですね。これすごい儲かるんですけど、でそれがですね、あの満州国旗になって、 これハルピンまで多分伸びたんだたと思いますけど、というのは、それで一般満鉄はですねえ満州国に鉄道を張り巡らしたんですで。な,なんでそんなに張り巡らしたのかというと、ですねえ軍事上の理由なんですね。関東軍がソ連と戦争するために、ソ連が侵入した時にですね迅速に兵力を輸送するために、満州国内にですねえくまなく鉄道を引いてくれという話になってですね。 いやそんなどこに何も運ぶものも人運ぶ人もいないような鉄道を引いて赤字になるから嫌だっ,つって、まあ、言ったらじゃあ分かったよっ,っていうことで、まあ、言ったかどうか知らないんですけど満鉄が建設してる間は仕掛か,かり資産になるんです。で建設が終わったらそれのための負債と資産両方を満州国に移管するという仕組みになってですねでその経営を今度は満州満鉄が引き受けるっていう仕組みになりました。 なんでこんな仕組みになってるのかなと思ったんですけど、それはですね、えー、経営圧迫しないためなんですね。あの満鉄本線で,利では、満鉄は満鉄の本線を持って、それで利益を出してるあ。それはいいと。で、その他のやつをです、ね、自分でやるとですね、もう倒産しちゃうからってことになったんで、でそれで、えー、そのリスクはです、ね、満州国持ちと。で、その運営をした、で、赤字にはとんとンならないなってたんですけど、あれ私は本当は赤字だと思ってるんですけど、えっ、ー、と、その。 財務上ですね満鉄を圧迫しないためにかろうじてトントンになるようにですね、えー、と操作してたんじゃないかと思ってますが、まあ、そういう仕組みでやってたんですね。でそれであのこの驚くべきことですけど結構驚きましたけど同じですこれはやり方は。で現在ですね日本国と日本国というか日本国ですね日本国民の,その一部である日本国の一部であるわけですこの、えー、気候ってやつはね。 でそれに対してそのネクスコは民間企業です。で、マンテスと同じ一応民間企業です。で、そこにン、えー、ネクスコとかが高速道路を作ったら、仕掛かり資産が計上されて、で完成したら、まあ、気候に引,国に引き渡されるわけです。で、その運営は、その作ったところを引き受けて、っていう、まあ、そういう形になってですねで、この機構がですね、持ってた債務が40兆なんですね。で、その40兆とかですね、 40兆円の借金がある会社とかって、2001年とか2002年の段階で40兆の借金がある会社とかって、どうやって運営するんですかいや、そ無理だからみたいな、そういう感じのものだったんですけど、借金は着々と返されてますっていう、まあ、そういうストーリーになっておりました。でそのことをです、ね、この記事は批判してるわけですね。で、えー、さらに別の記事で、えー、と民主党のです、ねあのー、無料化計画、これを真剣に検討すべきではないかということを。 この記事の書いた新聞記者はですね、主張してるんですけど、で、この、そのこれ、すごい私がね、すごいあ、すごいびっくりしたんですけど、この記,記事、誰が書いたんだろうっていうの、これあの、石井幸喜と基本的には同じ主張してんだなと思って、えー、っと、見たらですね、えー、この記事を書いてるのさが、桜井し子先生なんですよ。<laughs> びっくりしましたけど、<laughs> 桜井し子さんは、だからと、この2002年の、 まあこれ、これ記事は2008年あ、これはあの失敗に終わった道路改革を放置する福田政権のグーっていう記事ですけど、2008年の記事ですけど、まあ、このリアルタイム2002年の段階で,のです、ね、この高速道路の,この道路公団に関するの民,営民営化とか、まあ、それに関する改革に関してはです、ね、桜井し子さんは石井幸喜さんと同じ意見だったんですね。で、まあ、私も同じように考えてますから、なんと桜井し子さんと私は同じ意見なんだ、びっくりしましたが、まあ、そういうこともあるわけですけど、<laughs> あるんだなとつくづく思いました。 でまあ、この桜井よし子さんの指摘するようなことはですね、あのこれはあのその後もずっと日本のですねいわゆる分割民営化とかで特殊法人の話っは全部同じような手口で基本は行われているので、石井耕季は危惧したように、ですね国民の手の叩かないところに、えー、消えていったわけです。で、あのまたですね、またですね、あの桜井さんはですね、こういう指摘をこの同じ記事の中でしてるんですけども、えっ、ー、と。 もう一点、民間ではこれまた絶対にありえないごまかしが、えー、と猪瀬氏らが、えー、考案した民営化の中にあると。金利の想定である。40兆の借金を、機構は45年で返済するとしているが、その間、金利は4%を超えないとの前提で組まれている。しかし、半世紀近くもの長きにわたって、金利が4%以下であり続けるという前提はまともではない。金利が4%を超えれば、40兆の債務返済は必ずつまずく。さらなら50兆円の 債務返済はなおさらだということで、えーまあ、厳しく批判しておられるわけですねで。で前々から私がずっとあのこのひとつき万札とか清水さんとかお話する中で申し上げてきたんですけど、えー、金利低いんですよ、異 <laughs> 常に。で、日本銀行、なんでそんな金利低いんですかしかもですね、十、えー、何年も、えー、延々と超低金利、もうマイナス金利みたいなやつが、ね、引き続き行われたわけですね。 で誰が潤ったんですか誰が助かったんですかって考えたら、少なくとも道路公団はものすごい助かってます。だって4%の想定だったのが、もっと低い金利がずっと続いてるわけですね。だから、そのまともではない低金利がですね、ずっと続くことによってですね、えー、道路公団は非常に助かったはずです。で道路公団だけではないです。住宅公団高速道路公団 なんとかこうだもん、かんとかこうだもんですね。この、まあ、この石井幸樹のこの本を見るまでとんでもない借金を、<laughs> 何十兆円という借金を抱えてるのがいっぱいあるんですね。そういうところはですね、この超低金利でですね、非常に助かったはずですね。で、誰がやったの安倍内閣ですね。第二次安倍内閣が超低,超低金利を延々行いで、それを支えたのが、黒田総裁、日銀の黒田総裁で、 えー、黒田バズーカというものでですね、えー、とんでもない低金利を延々と続けましたでこれによってですねあの今もそれは続いてさらにですねあのし新型コロピーちゃんのためにですねさらに莫大巨大化しておりますが、まあ、そういうことがずっと続いたおかげでですね、えー、この特殊法人をその隠蔽的に改革した民間企業とされる軍はですね 破綻せずに済んだんだですそう考えるとですねだからまあアベノミクスが何のために行われたのかっていうのはそれはそのこの高度成長期に作られたそのシステムを生き残らせるっていう結果にせ、ね、め少なくともそうなったんだとで,でもまあそうなったんだしやっぱりそれが目的だったよねというのが私は清水さんがですねこのひとつき万札ってところで何度もお話ししていることなわけですねですから私は えー、安倍内閣に対しては非常に批判的なんですね。ですからですね、そのこの非常にまっとうで厳しい批判をなされていたですね櫻井よし子さんは、安倍晋三内閣に対して、ね、非常に批判的であるのではないかというふうに予想されるわけですけれど、実際には違いますよね。そうするとですね、なんで、<laughs> なんで福田さんはこうやって批判されるのに。 あるいは小泉さんは批判されるのに、安倍さんは批判しないんですか安倍内閣は、この隠蔽的なです、ね、民営化をそのまま継承し続けたじゃないですか。しかもそこにですね、じゃぶじゃぶとものすごい低金利お金を突っ込み続けましたよね、桜井さん。だったら、桜井よし子さんはですね、安倍政権の経済政策とかに、あるいはその社会政策、あるいはその民営化企業をそのまま放置している状態。 あの旧特殊法人を。これに対してですね、鋭い批判を向けられるべきではなかったのかしら。なんでそうなさらなかったのかしら。もうすごい不思議です。えー、っと、ぜひですねあの、なぜなんですかっていうことを教え,教えていただければなと思います。で、えー、ですからですね、この藤原春子さんがお亡くなりになっ だっていう事件はですね、まあ、ミスター道路公団、えー、桜井し子さんもです、ね、強い関心をお持ちなんだと思うので、それはやがてまあ記事が出るかな、コメントが出るのかなと期待しておりますが、えー、それとですね、その,このアベノミクス、安倍政権のですねその経済政策との,その整合性っていうのにもですねコメントしていただければありがたいなと思うわけです。で、で基本的にですねその石井聖毅が、 批判し危惧し直ちに何とかすべきでは出ないと日本経済はもう持たないというふうにしてきたことしたことはですね全て何も変化しないであるいはそれより悪くなって民営化という形で悪くなってですね今も続いておりますでそれをですねそういったその古い日本のこのまあ腐敗した気候がですね超低金利でずっと支えられてきたわけですでこれの金利を上げるとですね 桜井さんがおっしゃったように、ですね4%を超えるような金利に、まともな金利になったら、ですね全部吹っ飛んじゃうんですよね。今、それがですね起きつつあるということで、ですから、アメリカやヨーロッパの高金利がこのままですね日本にまで波及してくると、こうやって蓄積されていった風船が、もうこんなでかくなったやつが、ですねバーンと吹っ飛ぶっていうことになりうるわけですね。 えー、それが起きたらですねあのこうバラッスみたいにバラ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 落ちてくるじゃないかなと思ってそしたらまあ拾い集めたいなっていうのは、まあ、まあそういうチャンスなんだよって言ってることをですねあの象徴する方がですね、まあ、この、えー、道路公団のあら。 まあ、藤井総裁なわけですねで、まあ、興味深いんですけど、えっと、藤井総裁は民営化に反対しておられたんですね。で石井聖喜さんも反対しておられたすけ <laughs> じゃあ民営化はしないでどうするつもりだったんですかね。あのー、その時に石井幸喜のように完全に廃止するっていうことで賛成しておられたのであれば素晴らしいと思うんですけどまあ多分違うのかな、まあ。いずれにせもですね、えー、ミスター高速道路の藤井春春歩さんのですね ご冥福をお祈りしですねそれから鋭い師範批判記事を書かれた櫻井よし子さんの敬願にですね敬服するとともに、えー、このふなんでアベノミクスは賛成ダメノ政権をですね称賛されたのかっていうことをですね改めこてお伺いしたいなと思った次第ですありがとうございましたあそれでそのこの問題はですね、えー、と取り上げたのがこの、まあ、もう一度お見せしますがそのうん こう石後期の策であり、これからですね、それをその理論として、経済理論として展開したのが、この経済学の船出ですので、ぜひ読んでいただいて、この大爆発が起きたときに、ぼたちをひらう一助にしていただければなというふうに思っております。ありがとうございました あのー、私ですね最近まあ売れてるね安富さんの本の中で一番売れてるのが「複雑さを生きる」と「簿記会計」と「トラッカー」と「論語」なんですよはい、はいで。これのセットすごい今売れてるんですけどもあのねあの学校でお金のことを教えないとか簿記会計のことを教えないっていうのはこういう問題をね隠蔽するために国家的にわざとやってんじゃねえのかって思うんですよ。だって普通に考えておかしいと思います、ね、皆さん。あの小中高大でね あの生のお金の話、簿記会計、税金、ねそういう話で分かりやすく教えてもらいました。いやおかしいよね。やっぱり高校出たら確定申告ぐらい自分でできないといけないと思うんだけど、ね。ってか確定申告って何っていう人もほとんどだと思うんですけども。うん、で、そういうふうに何にもお金の話とかね、教えてもらわないまんまね。いやいやいや経済 学ちなみに安見さん経済,学科ですけど経済学者ですけどもあのいや経済学部行ったらお金のこと勉強できるんやろってお前そんなシュンペーターとかマルクスとかケインズ勉強して生の商売か分かるかよっていうねあきちんとそういう自分の会計を締めるっていう土台の知識があった上でそういう理論を学んでるんだと私もまだわかるんですよ。ねだけどその何も分からん状態でですね なんか学校出てね、うん、ポーンと放り出されたらね、金稼げって言われるんですよ。で無理無理納税うようって言われるんですよ。無理,無理、無理。いや、無理じゃないですか、そんなの。無理。で<も>無理だなと思いました、自分でも。ねだから国民が、もしね、1億人ぐらいがきちんとね、会計とかね、税金の知識がね、あの分かるようになったら、これ、革命起きると思うよ。いや、革命起きる人だって、今のこんなのわけのわかんない財政システムとかさ。うんうん 許されないよ、うんうんい。何してんねん、僕はわけ分からへんやんけってみんな思いますよ。うん、ね。たそれもうね、国家ぐるみの陰謀だと思うわ。いや陰謀でしょうね、うんいや。よくできてると思うよ、うん、本当に。意味のある知識だけは身につかなしてあるもん、うん、やっぱり、まああの。自尊心だけを失うように学校教育してる,あるから。最悪だよ、<laughs> もう、本当に。<laughs> まあなんでね、今日は、あの、安富さんが語ってくれたようなね、話、プラス、まあ、そういうところに問題意識を持って、自分のね、経済とか、あの、会計とかを、なんとか改善しようという人たちが買ってくれてるんだろうなっていうふうには思うんですけど、まあ、複雑さを生きるね、あのー、が全体的な理論の基礎になってて、より会計を自分ごとにして、あの、学びたいっていう人は、簿記会計とドラッカーと論語。で、そして、えー、この経済学の船出に関してはですね、より経済的な、まあ、あの、もう、ザ・セキショ。 もう雑席所今回取り上げたような道路公団とかの問題が何なのかっていうことが松さんに関係あるっていうのがですね <laughs> あ,れあれさやっぱりそういうことを全く習わないで大学出ちゃうね、うん、恐ろしい私も,私もだってちゃんと自分で勉強してさ、うん、この石井高輝の本に出会うまでは、うん、何がどうなっさすがにちゃんとしてるんだろうとかぼんやり思ってましたもんこれ読んでさ、うん、ええっえっえっみたいな やっぱりそうやったんか、あそうか、すごいつじつまって、すっきりしたみたいなの、うん、で、すっきりして絶望するという、でも大丈夫、<laughs> 絶望した皆の者のに福音を授けよう、<laughs> 今ここに、安富教皇の光を、あなた方に届けよう、でそのためにはです、ね、でまず晴天から買ってほしいんですね、この安富さんのフルセット、あるいは安富さんのですねドラッカーとロンゴプラス、複雑そうきのセット。 こちらを買っていただけると。まあ、最近ですね、ちょっとあのキャリアメール、携帯キャリアメールだとですね、うちからのメールが、ね、届かないんで、えー、できれば Gmail とか Yahoo メール使ってねっていうような方とかも伝えているんですけど、まあ、そこら辺も含めて買い方は YouTube 説明欄に書いてあるので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。えー、そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。じゃあね。